はようございます。教えて工事の工事正和です。今日は9月の7日火曜日、朝活でですね、JR の外房線三門駅に、来ています。快晴です。そして爽やかなこの秋風っていうんでしょうかね。ちょうどそうですね、子供の頃の運動会やそして大原裸祭りの風を思い出すような爽やかな風の中やってます。今7時半過ぎたところでですね、ちょっと暑くなってきましたけど、朝は肌寒い感じでした。7時半までやって、これで撤収しようかなというところです。今日はこうした県議会リポートもですね、お配りして多くの方に撮っていただきまして読んでいただけたらなと思っています。こうして JR 三門駅って昔から無人駅ですけども、小さいけどもおしゃれな駅舎、となっております。この 見えてるところが駅舎です。あとはホームがあって、まあ、待合室も奥の方にあるんですけども、中の方に行きましょうかね。いすみ市には多くの実は駅があって、外房線にも、南から行くとね、浪花、大原、そして三門、長者町、台東ということになってますけども、ここからも多くの方が乗っていくところです。なので、教えて工事では前回その議会の閉会中のことについて、いろいろとお話をさせていただきました。港からの動画をね、見ていただいたかと思いますけど、今日こうした通勤の三門駅、もうピークが過ぎたんで今人はいません。こうした形で、単線のホーム、わかりますでしょうか。単線のホームで待合室が一つということで、貴重なね、三門駅ホームもちょっと若干短いんです実はね。というところから来ております。旧大原町と旧三崎町の境、そちら側の三門の含み切となってますね。あります。今日言いたいことはですね、今日は9月ですけど、半年前の3月にダイヤ改正がされてですね、これ細かい資料なんでちょっと見えないかとも分かりませんけども、ワンマン車両が導入されました。これはですね、上総一宮と木更津を結ぶ、外房線内房線直通のワンマン車両で、これ2両編成という車両で、新型車両が導入されました。これについていろんな意見があります。ほぼ日中のダイヤって、千葉から来る各駅は一宮止まりなんです。ですから直通で大原、勝浦、青、鴨川まで行くことができるのはほとんどないです。朝夕の通勤自体はそのままなんですね。ですからその辺の不便さ、そして時間によるとですね、一宮で、何十分も待ってしまう時があるということなんです。でもですね、うまく時刻表を見ていただくとですね、そんなに待たない時間帯も多いんです。でもいくつかすごく待つ時間帯もあるので、お気をつけいただきたいなと思っていますけども、この最大のですね、ダイヤ改正、私としては成果もあるんです。大きな成果としては、もう先ほど言いましたけども、京王線快速、赤いラインの入った京王線快速が外房線には1往復運行されております。朝の勝浦発と夜の勝浦止まりでございます。今まではですね、西宮でですね、20分止まっていたという快速でない快速だったんですけども、これを改善してですね、大原発6時8分ぐらいだったのが、何分でしたっけ、6時、半、6時30分か40分ぐらいだったと思いますけれども、それに乗ればですね、直通で上総一宮駅で20分も停車することなく東京行きですから、これで本当の意味での通勤快速になったということです。ただですね、外房線管内、例えば大原から一宮までは各駅に止まるんです。各駅に止まって、一宮過ぎて、茂原過ぎていくとスピードアップする。そこから先はほとんど止まらないような状況だったと思いますけど、一つ二つ止まるかな。それで、そうですね、8時半頃には、東京に着けるという形です。もっと早く行きたい方は、若潮、おはよう若潮と呼んでいただきましたけども、それに乗っていただくんですけれども、何しろその
通勤快速の利便性が高まったということと、下りのですね、大事な時間帯でですね、これちょっと詳しく言うとまた時間がかかりますけども、一宮で何十分も待つという時間だったんですけども、それも解消されて少ない時間で、接続して一宮からすぐ乗り換えて大原勝浦は鴨川に帰れるという状況になります。その2点は大きなメリットでありますから、皆さんも前向きにこのダイヤ改正を取り上げていただきたいと思います。今三角駅の無人駅ですけど、アナウンスが聞かれたと思いますけども、今私の後方からですね、これ若潮です。これ三角駅は若潮、特急は止まりません。通勤快速は止まるんですけれども、今後ろからやってまいりまして、これはですね、大原を7時40分に出るとですね、もうすでに1時間10分か15分で東京に着くということです。蘇我にはですね、ですから8時半前に着いちゃいますかね、そういう時刻表を読んでいただければ、よく見ていただいてね、便利に通勤することができますし、2両編成も非常に便利に使うことね、分かっています、はい、早いですね。そういう前に進みました。はい、若潮号でございます。こうした形でですね、私もこの朝の朝活、挨拶活動を行ったり、いろんな、個別、いろんな情報収集をしたりしながら、閉会中過ごしているということです。ですから、こういうところで、まあ、鉄道の問題だけじゃありません。いろんな産業の問題、福祉の問題、教育の問題、災害の問題、いろんな道路の問題、いろんな、日々一般の住民の方々もそうですし、市議会議員の方々もそうですし、私の後援会の方々、自民党をはじめ各党いろんな団体の方々、団体といいますと、その農協、商工会、漁協、観光協会、建設協会、いろんな団体ありますから、そういう方々のこういろんな要望を聞くわけですよね。要望を聞いてそれを県の出先に届ける役目、だと思います。個人的な相談事も多いです。そういうことも県政あるいは市政に関わることも多いですね。例えば福祉のこととか教育の相談とか、まあいじめの問題だとか、まあまあ人間関係のこともあるかもしれないけど、それもひいてはですね、こう地域の治安あるいは住みやすさ、暮らしやすさにつながってくることですから、非常に大事なことも含めて、相談ごと、陳情ごと、これを県に届ける。そして、市議会議員の皆さんの話もしましたけども、要するに各市町村、私で言えばいすみ市の市長、あるいは担当課、いろんな課がありますけども、そこからの上がってくる要望をですね、県に届ける。そういう役目を日々行ったり来たり、あるいはリモート、あるいは、メール、電話等も含めてね、日々連絡調整をしている。それが今の状況であると思います。でですね、この調整と言いましたけども、私が県と、私と、市と、まあ、その行ったり来たりだったら、それは簡単なこと、簡単って言っちゃうんですね、なんですけど、やっぱ複雑なんですね、やっぱり、調整するっていうことは、県があり、市があり、市議会があり、国があり、出先機関だって土木事務所、農業事務所、水産事務所、漁港事務所、警察もあります。教育事務所の出張所もあります。いすみ地域振興事務所もあります。まあ、まだまだありますよね、病院だとかですね、そういう消防ですとか、そういう機関もあります。ですからそういうところと調整する役目を議員として、そして県議として持っているのかな。例えば何かをこう要望しました。それって泉市の人たちから、例えば市長が、いや俺は聞いてねえよ、逆に市長が国や県に要望したときに、市議会議員やもしくは私がね、それちょっとわからない、ではうまくことが進まないことが多いです。例えばもっと小さいこと言うとね、区ですよ。私神尾瀬区という、ここは薄い区って言いますけどね、
で区長さんが知らないうちに何かを勧めてもなかなかいや区長は聞いてないし区長から要望が上がってきてませんよって言われた、その調整事ですね、これが日々あるのかなというふうに思っています。また長い話しちゃいましたけども、そういう調整連絡陳情処理問題相談事、こんなことをやりながら県政に反映していくわけです。何もその全部議会に通さなくちゃいけないわけではありませんから、むしろ議会に通さなくて細々とした日々の暮らしに対する相談事要望事を処理する、これも日々の仕事であり、大事なことは参加反映する議会の質問線に反映する、そして議事録に残しながら実現していく。ちょっと回りくどい言い方で分かりづらかったかもしれませんけども、議会中の過ごし方、ちょっと鉄道に引っかかりなくなりましたけれども、そういうことでありました。教えて工事の工事のさらずでした。今日もよろしくお願いします。いい天気です。